第38期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の笠原奈央です。解説は引き続き A1 リーグ吉田忠が務めます。吉田プロよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは対局へと参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグ2回戦東平の開始です。立ち合い人友竹正治の合図によって2回戦が開始されました。ちいちゃから和靴、なんちゃに伊藤、シャーちゃに明石、ペイちゃに高橋の並びです。ドラがローソー。さあ全4回戦の2回戦に入りました。バクツの親番ドラはありませんね。ちょんちょんできたのがチーピンナー、まだデキメンツもありません。そしてこちらがなんちゃの伊藤の手配。お、ソーズが一メンツ3色も見えるでしょうか。明石はドラドラになったところです。メンツはないように思いました。ピンズの本質に見えるな高橋。さあ1回戦見ていただきました吉田プロ、はい、どのような印象を受けたでしょうか。そうですね、うん、もうなんか好調者と不調者がなんかね、はい、はっきり分かれて、うんうん、伊藤に関しては上がりがまだないんですかね、うん、そうですね、エンジンがまだね温まってないんで、はい、結構最後の方にはね形になってきたんですけど、はい、そうですね、うん、50に回る局面がありました。さあこの2回戦はどういった展開を見せるでしょうか。いいスタートを切った和靴の親番中、うんね、トータルもちょっとプラスになってね、はい、うん、スタートした時は和靴はマイナス 23.6 でスタートしています、うん、やっぱねプラスになるとちょっと気分もね、はい、違います、うんうん、まだ第3節とはいえ、はい、今季も全11節行います、はい、上位2名が昇級、下位4名が B1 リーグに降級となってしまいます、うん、ちなみに今の B1 リーグの上位2名は、はい、柴田義和プロ、はい、前原雄大プロです、ね、もう B1 リーグも濃い選手が揃っていますからね。そうですね、アラさんとかもいますもんね。アラさんもいますよ、うん、藤原プロ、二階堂明プロ、うん、いっぱいいますね、はい、ケネス徳田プロなんかもねいらっしゃいます。あケネスプロはこの公式ルールの最高ポイント点みたいなのを叩き出したみたいに聞いたことがあるんですけど、あどうなんでしょうか ね, ね, ねえなんかケネスかね、はい、黒沢さんかみたいなねそこは似た感じなんですね。いやなんか どっちだったかなみたいな、うん、あそういうことですね、はい、いくつだっけ180とかね、そのくらい多分、うんうんうん、すごいですよね。すごいです。吉田プロは最高いくつぐらいなんですか。僕は全然、あそうなんですか、はい、127とか。100すごいじゃないですか。全然じゃないですよ、すごいです。しかも100超えたの A1 しかないんですよ。他のリーグで100いったことない。あそうなんですね、はい、なかなか厳しいですね、100超えるってことは4回でこのルールで。さあ、天敗です。つもりさん、こうにするか、はい、トンが一枚切れだから、うん、あ、リーチなんですね。つもりさん、こうで、つもりさん、こう、ん、あ、違うか、はい、あ、ごめんなさい、ランソートートンのシャンパン待ちでも全然だドラ待ちにするか、うん、まあそうか、ランソートートンのシャンパンにするか、うん、なんか一回ピンズを崩すとかはないですか。シャアの暗冠だ。あ、これ、はい、リンシャンツモだとリャンゾーでもね、はい、お高いやつだ、うんうん、シンドラ増えませんが、リャンソートン、何リャンマン。さあ32分上がりましたよ。もうでも嫌ですよね、みんな、うんうんうん、でもどうですか、アカシはドラドラである程度戦いたいです、うん、リャンマン現物きたー。おかけリーチ、気合の入ったおかけリーチは高橋です。ドラなどありません、サブロッソね、すごい、なんかこういうのも思い切っていけるのがすごいですよね、うん、かっこいいです。なんか迷いなく決めているというのが、ね、これリーチのみですもんね、はい、あのドラ高めドラとはいえ、うん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 、やはりこのルールだとシャア、ハジハイの暗冠とかは打点も十分ですし、うん、結構行きづらいですよ ね, ああ
ああいうね、思いっきりがいい。危ない、高橋の追いかけね。えこれで周りが引いてね、はい、1対1にして、はい、うん、明石さんはね、俺ドラドラなのになと、うん、いや勝負だ。結構あの追っかけリーチの方が、うん、ドランコになりましたよ。どうします、うん、ねえ、追っかけリーチの方が、あの勝負手だったりね、うんうんうん、あのだから高い、はい、高いケースが、そんなイメージがあります、多いですよね、うん、先生はやっぱね、あの愚形でも、まあ、うん、高い愚形だったりもあるし、はい、やね、安い多面ちゃんとかね、うんうんうん、いろいろだけどやっぱね、追っかけの方がすごい精度高いなって思っちゃいますよね、うん、うん、明石がイーシャンテン追いつけるか、キャー、待ち取り成功、伊藤です。両走のツモ上がりとなりました。リーチツモですね、はい、32、36、38ぴったりですか。ぴったりですね、はい、60分となります。はい、1000、2000のツモ上がりです。もう一個上がるとね、70分のツモっていうね、珍しいのがありましたけど、うん、はい、トーンを積もるとね、はい、そうですね、はい、さあドラガリアンマン親番です。伊藤よ、嬉しいですね、嬉しいですね、でも、うん、追っかけられてちょっとヒヤッとしましたけどね、はい、わー、わーおどうですか、今日一今日一いいんじゃないですか、有効さんの中で今まで温まったんじゃないですか、うん、ちょっともう早すぎるか、もうめちゃくちゃいい、え、死亡の印象ってんですよ、これ何これ、ダブトン目指すな、どうすればいいんですか、でもトン以外でもね、はい、でもね、うんうんうん、でもトンで数フレンダやだしなとか、ね、あ、やだ、うん、このルールは数フレンダが、あ、やめてやめてと、うん、ナイスです。え、早い印象って、ただ打点がね、はい、だから僕急走切るんですよね、なるほど、急走を切ると3色も見ながら、見ながら、まあそこまで、まあ、1、2、3は結構難しいのかな、でもな、うん、さあ伊藤がかなり後輩パイです。あれでも赤石さんも一緒に、ね、なんだ、え、テンパった、もう行っちゃいます、トラズもありますよね、5、6、6チッパ見てね、なるほど、ありますね、うん、やはりティアカ派の、まあ、吉田プロだったりは取らずに、うん、まあその前に選択が違いますけど、そうですね、うん、いや、お菓子もティアカ見えてきましたよ、見えてきましたね、うん、あれ、なんかぶつかりますね、どうなんですか、ただ打点がね、はい、有効さんが僕ついつ、うん、トラにくっつか、くっつけば、いやストレートに行きますか、そうですね、なんかチーワン来ると若干差し込もうとか思っちゃいますよね、難しいところでした。ペンさんも引きました、テンパイです。カンパーピンは闇点、52の闇点です。なんと一番乗りは明石でした。うん、明石テイカプロ読めない、はい、明石サダイエかなと思ったら、はい、明石テイカですね、難しい、うん、かっこいいですよね、うん、ちょっと高橋難しいですね、テンパイ崩したいと、ここは崩していきました、またくっつきを求める形です。なんか明石テイカってなんか、はい、すごい御曹司っぽい、はい、すごいお金持ちっぽいねえ、なんかね、本名なんですかね、え、本名じゃないの、さすがに、うん、これでリャンポペに変化してリーチと、うん、リーチピンフドライチです。さあメンちゃん質問です、吉田プロはどうなってるんですか、赤石さんの手配、赤石さんの手配、はい、これは三面ちゃんにします、ああ、これはまあ、うん、するんじゃないかな、手役が見えるとはいえ、はい、
まあ、リチピンフドライチで三面茶ならば、はい、親だったら、はい、もう 150% リャンパーピン、子供だったら85% ぐらいあ、それでもかなり、まあまあね、はい、これはリャンパーピン寄りですよ。うん、よっぽどパーピンがいいとか、はい、うん、なんじゃない限りは。結局つきそうですけどね。朝パーピンが浮いちゃってるんですね、うん、伊藤のパーピンがどうなっていくか。そうですね、はい、明石のリーチです。高橋も選択が訪れましたが、現物はあります。やめるのか行くのかの選択、まだ押していく。3ピン強く行きました。愚形が残ってますけどね。まあね、三蔵が嘘を重なったら勝負、はい、ね、勝負点になると、お、パーピン重ねた、四五郎、天敗、うわー、来た、闇点、三郎ピン、闇点なんですか、三ピン通ったばっかり、うん、伊藤も闇点で追いつきます、タイヤを高めが三色、バックツのローピンは大丈夫？ゆうこさんの三万がね、強いんで、うん。ドラそばの3万ローソンも強いです。もう目立ってますね、はい。あ、でもさすがにここは三面ちゃんの勝ちとなりました。明石の上がりです。リーチピーフツモドライチです。1300-2600のツモ上がり。う、伊藤まだ、はい、完全ではなかったですね。うん、なんかね、ゆうこさんだけじゃなくてみんな手が良かったですからね、はい、面白い一曲ではありました。さあ、歌詞上がって親番を迎えています。今期あまり意気込まないで臨んで、それを1年間通していきたいですと冒頭で言っていた歌詞です。結構放送対局自体もね、なんかいろいろ決まりがあって、はい、そこに苦しまされる部分もあると思うんですが。あ、なるほど、ね、そうですね、うん、高橋も放送対局っていうのは初めてレベルだったんですかね。そうですよね、B1 セレクトとか、ね、はい、出てないと、うん、吉田プロは覚えてます？自身の初放送。初結構昔ですね。何が初なんだろう。もしかしたらこういったスタジオじゃなくてどっかの違う場所かもしれないですね。はい、ああ、なるほど。うん、ああ、思い出しました。はい、他のスタジオ。で、はい、もう相当前、うん、なんかあの最強戦のプロの決勝。はいはいはい、あ、すごい。なんかあの最高戦の鈴木優プロに負けた時、はいはい、うん。が初めて。あ、それが初っぽいですね。うん、緊張しませんでした？別に多分。すごいですね。どうだろう、うん。上がった後とかに緊張しちゃうんですよね。そう。確かに、まあね、うん。やっぱり見ていてもちょっと震えたりする選手もいますしね。いますよね。うん、僕、そう、瀬戸熊さんも前言ってたと思うんですけど、僕もなんか。6000ホールとか積もった後とかに、なんかサイコロ振ってこう取りに行くと、はい、あ、ちょっと震えてるなとか、うん、あります。あのちょんちょんが一番嫌ですよね、はい、震えてる時の、はい、こういう時全自動いいなって思います。思いますさあ、靴がリアンシャン店の形でしょうか。ドラを持ってきて数ピンほぐしていきました。今回ドラがいいピンです。皆さんね、こうやって画面上で見ていて全然気づかないですけど、話し後で聞くとすごい緊張してたってパターンもね、はい、ありますよね。ありますよね。全然見えなかったみたいな、はい、すごい堂々と打ってたのに緊張してたんだみたいな、ね、そうなんですよね。さあ、伊藤は白は、うん、温存させています。ションパイ、
そして親番の明石が仕掛けを入れました。寒窒素の地位からの発進です。これはダイヤモンド仕掛け。こいつも、構はい。ね、明石さんは、ね、自在に仕掛けていきまはい、すアよね。グレッシブですね。うん。じゃあ今季 A2 にまた戻ってきた選手とかってアグレッシブな選手ばっか多いんですかね。いやー、で白も、鳥プロ、石渡さんとかも結構仕掛け多め。でも石渡さんははい。ね、なんだろう、別に面前でできるんで、その人が嫌だろうなって思うことを なるほやっど。はたりして仕掛けい。てるみたいな、じゃ、対相手なわけですね。っていうところも僕あると思うんで、普通にだね、確かもうにない。A1 にもずっといたんで、普通に面前でやれる人だと思いますし、にひらさんもね、そうですもんああ、ね、そうで別すに普通ね。に。パン屋さんともはい。言われております。高打点の。そう、僕入った頃に決定戦、財布し、僕してて、はもい。う本当に強いなって思いましたもんね。おお。タイプで言うとどうなんですか？似た感じですか、吉田プロは。似た感じ、うーん。どういったところが強みの選手なんですかね。そうですね。はい。やっぱ、もう読みの精度も、高橋天杯三郎、そう。読みの精度も。なんかすごいなっていう思ってたんで、伊藤天杯ですが、役がありません。スソ短期。あとやっぱり面前でね、高い手作っていきますよね。あんまり仕掛けるの見たことないかはい。今季はね、まだちょっと苦しんでいますが、な。マイナス4.5、マイナス24.7と、現在12位にいる新平です。さあ、鹿島親番天敗中です。現在3社が天敗。状況は煮詰まっております。ドラドラ高橋は、これは、闇天というのも酸素が場に4枚切れ。高橋ですね。どうなるでしょうか。バクツは受けに回っている。これで三郎丸に待ち会できますが。とりあえずは、はい、ピン歩で。出上はがりもできる形になっています。明石が手変わりしてしまうと、あ、大丈夫でした。これアリアンマン。イーピンドラガンコになって。わあ、すごい。どうでおお、すか、吉田プロ。決めてましたね。へ スーソー短期のリーチでえ、ねす。リーチドラさん。今切れたばかりのスーソーを決狙いめ、に行きまね、した。決めてましたよね。はい。早かった。早かったです。結構ちゅうちゃんぱいで悩むところですよね。1枚いる。しかもその前順の急走ね、手から出してローソーとスライドにね、はあ。見せはて、い。だから結構サブローソーも盲点って言えば盲点なんですけどね。いろんな待ち取りありました。その中、高橋の選択は短期のリーチ。一発裏ドラのないこのルール。さあ、親番の証は、リャンスを切っていく。高橋とだ。一枚残っているということで。つももまだ一回残っています。一投積もれず、リャンピンは現物。そして証はどうでしょう。力が入る。何？ここは高橋を褒めましょそうですね。う。リーチドラさん、スーソー短期。お見事です。何それみたいな感じ。ああ、ぐらっときますよ、ちょっね、いや、と。今のは結構きますよはい。ね。いや、やられたなぁと。いやー、らしさを全開に出している高橋です。この A2 という大舞台で。自分のスタイルで打ててはまい。すもんね。本当ですね。なんかやっぱりここでこうしちゃうとさすがにとか、いろいろいつも通り打てない部分出てくると思うんですけど、やっぱ仕掛けだったり、リーチ判断だったり、迷いがないですもんね。はい。強いね。強いですね。まだ26期生です。
タイトルなどはないものの、いくつなんだろう、んいくつ年齢ですか、うん、1983年生まれだそうです。7月17日、あ、まあ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 、あの全然、はい、20代にも見えなくもないかな。確かに確かに、まあ、マスクもしてらしてちょっと分かんないですけど、うん、もう高青年で ね、そっかそっか、はい、これで20代だったらめっちゃ強いなと思った。最高です ね、 ね、もうこれからの選手ですよね、まだまだ。なんか麻雀で勝って喜んだことはないと、うん、強くなるためには反省あるのみと常に思っておりますと。ちょっとかっこいい、ね、かっこいいじゃないですか。普通喜んじゃいます。今の上がりとかめっちゃ嬉しいじゃないですか。ねえ、もうそれすぐ泣くしね、はい、すぐ喜ぶし、ここがいいところじゃないですか。、はい、皆さんがやはり吉田プロのこう涙を楽しみにしている部分も、もうなんかワックスさんのそのインタビューの時にも、はい、何回4回ぐらい泣いたみたいなことが書いてあって、その場で、まあまあ、はい、すいません、あのすぐね、そう、やっぱりこう周りの人におめでとうって言ってもらってお祝いしてもらえると、またそこもそう、ね、なんかおめでとうとか、うん、よかったねとか言われると、うん、はい、もうダメなんですよね、その一言にも、 もう、 そう、 うーってなっちゃいますよね。そうなんですよ、もういいですよ。すいません。すいません。斉藤が早くもいいシャンテンです。本店が取れる形、高橋さんはじゃあ、はい、結構ドライなのかなんですかね。いやでも結構男っぽい、なんか熱いソウルを感じますけどね。ちょっと飲み行きたいな。このご時世明けたら怒られちゃうか。落ち着いたら、落ち着いたらぜひ、どんな選手か、ちょっとプライベートでも ね、うん、お酒飲むのかな、どうなんでしょう、全然わかんないですね、うん、なんか仲いい選手とかいるんですかね、ね、うん、今日インタビュー選ばれたらね、はい、そこら辺も ね、ちょっといろんなね忘れないで情報を、はい、仕入れたいところですが、はい、ワクサチューンが統一ですが、難が浮いています。虎の難は残り山に2枚、明石はリャンシャンテン、これで高橋がイーシャンテンに、うん、ただどうしていくか、おお、まっすぐストレートに手を組んでいきます。リャンカン受けができました。ドーンは安全牌、ピンズが高い9ピンつもぎり、こういう形もね、どうするかちょっと興味ありますよね。そうですね、うん、現在34,700点です。さあ天牌です。リーチを打つか打たないか、ここは伊藤リーチを打っていきました。ウッパーピンです。リーチ単ヤオピンフ、伊藤だとこう闇手もあるのかなって私は思ったんですけど、そうですね、僕も、うん、今回リーチなんですね、うん、リーチになる判断材料としてはどうなんですか。どうせ出づらいってことなんですか。いやどうですかね。あ、ここにパーピンが来ました。そんなに、はい、他の三者に雰囲気がないとかね。じゃあリーチ打っちゃえば、うん、降りてくれやすい。実際ちょっと高橋手曲げましたからね。そうですね、まっすぐ行ってたらテンパイが入っていましたが、イーソンの統一落としをしています。まっすぐ行ってるとイーソンとキューピーのはいシャンポンです、リーチとかもありましたよね、うん、あ、なんこれで切れましたし、うん、今はいい方向に風が吹いているんじゃないでしょうか。そうですね、あ、カンチーピーカンチーピーのテンパイ高橋です。もう高橋さんの報酬はないですね。はい、ウーピン持ってきても勘できるし、うんうんうん、うん、ウッパーピン対カンチーピンは役なし、うん、チーピンひょっこりなんてこともありそう。チーピン残り1、あ、ごめんなさい、なかったです。ないですか。チーピンははい3者に、うんうんうん、ここに2枚ありました。
あとはウッパーピンがどうか。ウーピンが残り1。うん、押し切ってますよ。はい。積もれない。あ、言いそう。シャポン。シャポン。うん、難しい。はい。流局です。うん、高橋、伊藤の二人転敗流局です。伊藤がリーチ打ってないともしかしたら、もしかしたら ね、はい、うん、あったかもしれません。高橋流り、ね、数層短期とかもあるんでね、うんうんうん、親でしたしね、うん、今局いい層で回らずローピン切ってリーチも可能性はね、はい、あったかも。でもね、パーピン関してリンシャンからウーピン持ってきてたかもしれないから、うん、それも分かんないですね。そうですね、だから間違いありません。そう、それ掘り起こしてたかもしれません、最後の一枚を。ただ伊藤がドラとか打ち切れたかどうかっていうのもありましたけど、いや、ゆうこさんはほらリーチしてるからね。ああ、あ、闇天だったらか。そうですね、はい、あ、そうだよね、うん、確かに。ゆうこさんが闇天だと、うん、またガラッと変わりそうではありますね。打てないね、あ、そっか。お、観覧も引き入れました。一目つかせ。さあ、枠つもこれで一目つ。伊藤は一目つあってドラが一枚と。ジュンが統一の証です。高橋と枠つのもとに一枚ずつ。マカシさんはどうしますかね。ゴロチが見えるんですよね。はい、泣くかどうかですか。うん、うん、ね、現状だと泣きづらいですか。ね、泣きづらいですよね。さあ、枠ついとこ入りましたね。いいシャンテン。ただマンズ数万にくっつけて差し子とか見ていきたいですかね。うん、そうですね。うん、これで2枚目は泣きやすくはなりましたか。赤石のチュンです、うん、2枚目がすぐに出ました、うん、これで泣いてスーピンがドラ。ここは9ピンを切っていきます。イーシャンテン、うん、ベンサンスを引き入れました。一気通過見えますよね、はい、ここはチーマンとなります。ピンズは温存。ワクツイシャンテンなんですが、まだペンを切って様子を見ていきます。ガンウーマ引き入れて、伊藤も少し行く気にはなるんでしょうか。うん、トンは強いですもんね。そうですね、はい、現在トンバ、まあ、チュンが2泣きだったっていうのもね、あるかもしれないですけど、やはり2泣きだと、はい、まあ、高いケースが少ないってことですか。そんなこともないんですけど、うんうん、人によるかな。あ、うん、確かにたまに騙されます。2泣きでドラドラ、え、嘘でしょみたいな、はいはいはい、なんで1泣きじゃなかったのみたいなたまに見ます、うん、じゃあね、はい、ちょっとつもりすね、数アンコを狙っててとかね、はい、ああ、そうですね。そうすると高いでしょう。確かに、うん、そのケースもありますね。うん、あとじゃあ、うんうん、面本とかのイーシャンテンで、うん、もうね、すごい 何くっついてもいいみたいな、うん、でもまあ2枚目一応これでも漫画だから泣いとくかみたいなのとかねはい、うん、あ、いや、もっと高いケースがあっての間取っての漫画みたいな、うんうん、もうあるとありますよね。でも大体ね、もう A リーグとかだと人読みとかが入ってきますけどね、うんうん、いいところ天敗です、うん、さあ、天敗売れたのは明石一寸窒素待ち三面ちゃんとなっています。打点はないものの形は十分ですが、ここにあんことなっている明石が欲しい牌の窒素。そうですね、僕も E1 切りたい、うん、
うですね、はい、行くなら、はい、行くなら、うん、高くなっていく分にはね、うん、いいと思うんで、うん、こちらですね、糸、うん、打点をつけてぶつかっていきたいところ。さあ高橋は戦いになるんでしょうか。親番イスチスは補充です。この選択だとチーソーがどうなっていくか、イスチスはどうなっていくか。そうですね、はい、あれ大体見ちゃうのか。ローソン引いた時にね、はい、あのまあゴロチ狙わずチーピンウーピンとか、うんうんうん、いければいいですけど。そうですね、うん、おくつおドラドラでしたけど、テンパイ取らずですか、カンスソーの。そうですね、はい、なんかいっちゃうもありましたよね、ドラドラがゆえに、ピンズにくっつけられるか、はい、形的に、はい、うん、嫌だと、うん、まあ、ピンズくっつけば両形になりそうですもんね、はい、いやー上がれないですね。バクツも勝負手です。うん、リャンピンアンコにした。いいシャンテンの糸、いい上がれない。結構はい薄くなってきてるのかな、はいはい、なぜでしょう、ね、ああーあー辛いですね、これは辛いですね。闇雲に行けていれば数層の上がりがあったかもしれませんが、役なしで行ってるとスッチーそうなってリーチしてっていうのはありましたかね。はい、難しいな。こうなっちゃうとどうですか、もう撤退っていうこともあるんですかね。まあウーピン、あパーピン、テンパイは取っていきます。リャンウソのフリーテンワクツです。さあ現在テンパイは赤石、そしてワクツ、あもうやだね、あいいピン、イペコ、イペコがつく、はい、そして糸がちしてテンパイです。3ピンスーピン、え3人テンパイまで来ました。ちょっと高橋はもう厳しいか、3ピンスーピン上がっちゃったりとかもはいあるのかな、はい、ありかもしれません。いや止められるか、かなり嫌なはいではありますよね、3ピン。でもね、一応、はい、6の方が通りそうは通りそう。なるほど、うん、6だと耐えれますよ、うん、ただ打点的にね、はい、3ピンいったワクツ補充です。伊藤の上がりとなりました。タンヤをドライチです。2000は2300。いやどうでした今の1曲、ねえ、難しいですよね。難しかったですね、いろいろありましたね。テンパイ取る人もいるし、はい、うん、うん、難しい、はい、でもああいう一曲ってやっぱちょっともやっとしますよね。そうですね、ワクツさんにとってはね、はい、すごい痛かったですもんね。そうですね、上がりたい手形だったけに打点も十分、スパッと忘れて、はい、はい、ですし気持ちを切り替えて、うん、だから多分これはお客さん一泣きするかな。はい、ドラが数万、うん、では見ていきましょう。難入中で親番です。マンズが置いた歌詞ドラドラです。チューンが統一なんですね、うん、一面使わせで、まあ形もいいですかね。そうですね、うん、明石メンツがあるでしょうか。あ、高橋ピンズで両面ターツができてしまいました、うんうん、ちょっと今マンズが重たい形じゃないですか高橋って。重たい、重たいっていうかもうね、はい、マンズにね寄せたい。でもそっか、ドラドラだからあれか、はい、いやでもなマンズにしたいな、マンズの方が、うん、じゃあ
次の9万とか出たらポンとかで発信していきますか。もう1枚切れなんですけど。でもね、1枚目泣かなかったから。ああ、そうですね。あんまり、うん、仕掛ける気はないのかもね。チートイドラドラとかね。はい。現状は4統一です、うん。これでマンズがまた1つ寄ってきます。ピンズは切り出しません。両面ターツが2組の糸、ドラもありません。明石、これで1面ツ単品系に育っていくか。うん、ね、スーピンユーピン残してるってことは、はい、タンヤオでもいいってことですもんね。ありそうですね。うん、まあ、その時は9万9万イーマンと切らなきゃいけないんですが、はい、うん、ドラドラ、ドラ残り山に1枚、枠ツが2面ツ完成です。出形的には枠ツが一番早いんですかね、現状は。うん、そうですね。うん、これでもチュンのポンはしますか。ドラが1枚浮いていて、うん、しそうですけどね。うんうんうん、でドラ重なってゴッパーとか、ね、最高です、うん、お、リャンマンが横になりました。チュンで目いっぱいに行くのか。ここはイーマンとなります。うん、イーマンが番に2枚切れです。ドラ受けができたいと。一面つかせ。お、いいシャンテンですね。そしては靴が泣きを入れました。チュンのポン、くっつきのイーシャンテン。どうか。さあこれで何を、はい、何を6万を、うん、でもウッパーマンにするんじゃないの。え、あ、カーンウーマンにする。へえ、なるほどね。こうしとくと、まあね、あの3ワン引いたりね、はい、うんうんうん、まあ、ドラ引いてもね、まあ、シャンポンで OK と。うーん、吉田プロだったらどうしてました。うーん、あ、なるほどね。ゆうこうさんがドラ引きだ。ゆうこうさんがパーワン1枚切ってたんだね。確かにね、だからカンチャにしやすいかもね、はい、うんうんうん、っていうか高橋さんのローワンとスーワンを食い取ったよ。本当ですね、うん、うわ、スーマンとパンマンの町です。ワクツドラドラ、ヤクハイドラドラ、どうしてたかな。でも高橋さん、あー、ローマン引いたらカンパンは2じゃないの。うん、これはタンヤオジカケ、うん、タンヤをドラドラ、高橋猛戦です。いや、来た来たまだテンパイじゃないですよ、うん、ね、はい、結構これもアグレッシブですね。ドラはないと、ね、はい、すごい、ドラないのにね、はい、なんか吉田プロが最初、ゆうこさん仕掛けが少なめの選手だって言ったじゃないですか、はい、結構これはアグレッシブな仕掛けですよね。これはね、なんでも嫌味ですね、これは。マンズがいいシャンテン、カンパンマンですが役がありません。高橋です。テンパイ入りません。と明石もいいシャンテンですが、ここ安全牌のペ、うん、
一旦テンパイ崩しません。うん、筋、うん、はい、残り図も1回ずつとなりました。うん、テンパった、テンパイしました、一数間のテンパイ、泣けた、4社がテンパイ、嘘パーピン短期、すごい、一数間ってまだでも一数、これが相手、一数間、うん、あー流局です。さあ4社の手が開きます。親場の枠図、そして伊藤明石高橋、四社が天敗流局です。うん、ねえ、そうかね、和久津さん、はい、ね、ドラ探求も考えたんだろうね、うん、きっとね、そんな表情だよね、はい。さあ現在親番和久津一本場となっています。ドメンツ、ドラが1枚浮いている。何から切ればいいか、9ピンから、うん、伊藤はソースで1メンツです。明石もピンズで1メンツ、ドラは1枚、高橋はドイツが3組、4章の手配移りましたが、今局はどうでしょうか。うん、そうですね、うん、和久津さんかな、順は山に残り1、3社にばらけてるんですね、うん、サーフィン打法っていうのも届いてますが、伊藤優子プロサーフィン、でもなんか前節も結構なんか仕掛けを入れてるイメージが私の中であって、へー、高いやつ、いやなんか安いのもええー、みたいなのもあったんですよ。へー、なんかメンバー見てこう投げを入れたりとか、なるほど、やっぱこうしていかないとみたいなねえ、スタイルチェンジがあるのかなっていうのがあったんですけど。なるほど、うん、じゃあ波に乗りながら、はい、平和に来るんですかねエンジン積んで、うん、伊藤は第1期生です。うん、現在9段36期の10代第9期の方位です。優子さんのね、はい、年齢考えたら、はい、元気ですよね。本当です。うん、なんかこの年齢になってまたスタイルチェンジとか、うん、そうなんだろう、いつものジャンプを曲げていくっていうか、うん、挑戦をどんどんしていくのがすごいですよね。すごいですよね。明石はチートイツでしょうか。高橋ケマが暗号になりました。トイトイ、スワンコなどは見ていくか、急がばに1枚切れ、チーピン切りとなります。さあ、靴はイーシャンテンです。吉田プロは昔からジャンプは変えてないですか、はい、僕ですか、はい、なんか皆さん、はい、守りから守備から攻撃型になったとか、そういう話よく聞くんですけど、はいはいはい、僕はずっと守備型です。あ、そうなんですね守備型守備型、はい、うん、はい、まあまあ、はい、はい、どうですかね。どうなんですか。初めは守備型だったんですよね、はい、ずっと藤原さんの後ろくっついてましたんで、はい、もうカメラこっち来ちゃいましたよ。あ、守備型って言って、はいはい、でこうそれからこう、はい、友武さんとかともこうあのセットやっていただいたりとかして、はい、ね、あのドリーム打法、はいはいはい、これもいいなと、はい、で多分それで攻めを覚えたんですかね。だから結構押せるようになったのはもともとの、はい、あの
一応守備の地盤が、まあ、自分ではねあると思ってるんで、やっぱり読みの部分で、そうですね、あの何でも切ってるように見えるじゃないですか、まあ、何でも切る時もあるんですけど、うん、だけどあの一応ね読んで攻めてるところもあるんで、うん、だから止まる時も止まるし、うんうん、っていうのはね、うん、あります。読みの精度を高めてから攻撃に転身というか、うん、はい、そうですね、はい、だから多分ね A リーグの人って結構みんな守備力はみんな高いと思うんですよね、うん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 、だからいろんなスタイルがある中でも、はい、多分みんな、はい、うん、結構ね、いろ、あの要は突出した武器がポンってあるけど、うん、もうねそれ以外も平均以上とかね、うん、みんな絶対そうなんでね、うん、カラーがある中でのそうじゃないとなかなか上にはね、はい、うんうん、さあ伊藤が仕掛けを入れています。ソーズの本一で出方たちがイーシャンテンとなっています。わらさんから友竹さんってすごいなと届いておりますよ、ね、あの二人合体させたらね、うん、面白いバージョンですね、最高ですね。もうそれが吉田プロってことですからね。いやまだ まだ全然ねあれですけどはい。あー、ドラ重ねました。さあ明石も参戦できるでしょうか。伊藤のドラもどうなっていくか注目ですね。和久津もどうですか。こうなってくるともう順ってもう嫌ですよね。嫌ですよね。ソワズも持ってきちゃったし、うん、親とはいえ、ね、そうですよね。和久津さんもやっぱり攻め気が強い選手って最初言われてて、はい、アマゾネスなんて呼ばれたりしてましたけど、はい、やはり繊細な選手ですよね、うん、すごく。あとね有効さんが仕掛けてるっていうのもありますよね。対相手の有効さんっていうのが、うん、あとその全局全全局、はい、うーん、上がれるチャンスがあったとかね、うん、やっぱいろいろありますね、あると思うんですよね。全局全全局両方上がってたら、はい、もう多分ねこんなチューマぶった切ってるような気がしますけど、はい、関数層もありました。その後のマンズもありました、うん、確かに感触良くないですもん ねここまで。そうだね、関数層からスッチー層になってね、はい、リーチしてたら漫画みたいなね。全曲も、はい、まあ、僕は難しいかもしれないですけどね、はい、あの和久津さんはドラ短期考えてたっぽかった、ぽかったですね、ぽかったんですよ、はい、そう表情見ると、うんうんうん、だからあのドラ短期ねっていう、うん、そうするとちょっとおとなしく打とうかなみたいなね、今マイナスね、このあんちゃんマイナスしてるけどちょっと我慢しようかなみたいな、はい、っていうことですかね。うわー、数層のつま上がりとなったのは明石です。チュンの統一ドラ、ドラが手の内にありました。闇天からのつま上がりとなります。つもドラドラ、これは48テンパネとなります。1300、2600、一本場です。ここは明石が上がって3万点浮上しました、うん、ドラ重ねてからねグッグッときましたね。そうですね、うん、さあ、難2局に入ります。伊藤の親番ドラが難、仕掛けも駆使した伊藤、現在34800点、3人抜きの状況です。ドラは1枚、メンツはありませんが、もう少し加点はできればしておきたいですか。したいですね、高橋メンツありません。和久津は、お、なんやら面白い手が。面白い手が。はい、うん、入っておりますよ。チートイツなのか、うんうんうん、チャンタなのか、うんうん。ドイツが2組です。ヤンメンターツは2組。こちらです。あれ。
あ、目立たないようにね。はい、ドンは表示範囲1枚。うん、ステハエがかなりおとなしくはなっています。おとなしめに行って、はい、うん、やっぱあんまね派手だとよくね、はい、僕はやりますけど、はい、うん、目立っちゃうんでね目立たない方がいいですもんね、はい、忍者みたいに、うんうんうん、お客さんは目立たない方を選んだと、うん、まあ、どっちもこう損得みたいなのがありますよね、はい、メリットデメリット。そう、目立った方が安牌持てるんですよね。うん、うん、あ、そうですね、自敗を抱えられるというメリット、うん、そうそうそう。ただ相手にね、はい、どんなことやってんだろうって注目されちゃう。あ、見ちゃいますね、はい、目立たないとそれまでねあの見られないから、はい、現状はあまり注目はされていないでしょうか、うん、どうなんでしょう。スーピンチーワンってきましたからね、はい、うん、自敗の後にスーピンチーマンだとある程度手配は、うん、あの整って、うん、そう、もう早いかなって、うんうんうん、普通のメンツでの手配なんですかね。そうですね、うん、証しがイーシャンテンです。お、天杯官老ピン、すぐに出ました。ローピン高橋から証の上がりとなります。イペコ1300です。いいですね。2曲連続。そうですね。上がりを決めています。これで親を持ってきて。うん。繁殖のいい感じ。1回戦目は3着でした。うん、もう、スーソー短期は忘れてるかな？大丈夫かな？ねえ。あれはね。はい、赤石さんが悪いんじゃなくて高橋さんがうまかった、素晴らしかったんです。通奏短期ありましたね、宝珠がね。そう、あれは俺夢出てきちゃうもんな、はい、ちょっとブルッとしますね、うん、いや確かに嘘切りリーチだけどさ、うん、みたいなね。もう次から高橋さんのリーチあるとちょっと嫌ですもん、うん、そうだからああ、はい、いろんなのがあるなみたいなね。だからね、初めのD のみとかもいいんですよね、はい、そうですよね、幅がすごく広いですよね、うん、何か囚われていない、うんうん、でね、別に打点関係なく全部思いっきりこうね、あの、うん、リーチって言えるんでね、うんうん、やっぱ一緒に打ってる選手っていうのはやりづらいもんなんですかね。ね、どうでしょう、どうなんでしょうか。やっぱりああやって来られると嫌ですよね、スーソー短期とかでやっぱ仕留められると。そうですね、うん、うん、さあ今回伊藤は一メンツ、明石は二メンツ、親代理、あ、三メンツになりましたよ、うん、あれれれれ、でもそういう思いっきりの良さだと、はい、ね、A1 の西川さんとかもね、はい、チートイツのリーチとかも結構見せ場十分で、うん、ね、リーチ単野落ちいといつかね、はい、ありましたよね、うん、そう、やっぱ結果出すんですよね、そこでね、そうですね、まあ、単野落ちいといつだと柴田さんも結構ねやりますけど、うん、パーマンでしょうか。さあピンズが伸びていく、まあ、これはドラ切っても文句ないですね。リーチとなりました。いや十分リーチ単野ピンフドラ文句なし、リャンウッパーピンです。ドラ切ったのに、はい、高いケースですね。ね、でもここね、これドラに、はい、ウソとか引いてたら大変ですもんね、うんうんうん、仕事になっちゃってね。そうですね、うん、手の内では2枚、捨て牌に2枚、リャンウッパーピン、今日リャンウッパーピン1回積もってますからね、うん、現状8山です。あ、え？そんなに1,2,3,4,5,7山でした。7山、失礼しました。まあまあまあ、でも十分十分、ちょっとこれ気合い入りますね。そうですね、ちょっと手を踊っちゃいますよね。うん、ドラドラ高橋でドラが通ってるから、はい、まあこれは行きやすいですもんね。ふむふむ、和屈は初の統一に手をかける、うん、どうですか。
これは上がりたい。流局は望んでない、高橋さんが追いつくのか。はい、うん、そうですね。ね、あ、ここにリャンピンが行きます。伊藤は現物ありますね。9万も現物。高橋追いつくか。イーシャンテンです。両面両面、ここにも両ピンですか。行きましたよ。このね、自分でこうやってウソを持ってきた後に、はい、ローソーは来るなよとか思うんですよね。おー、そうです。そう、なんか来る順番逆だと、はい、ありますね。ね、多分ウソくっついたら闇天だと思うんですよね。単品ドラドラ、うん、高め三色、はい、闇天になりそうです ね。先にリャンパピン、先にただ高橋さん追いついちゃった。あだー、リャンウソです。ありがとうございます、うん、しかも現物、現物、ね、でドラも現物だったから目立そんな目立ってないはずなんだけど、はい、おー、でもリャンピンのつま上がりとなりました。証です。リャンウパーピン、リーチ単用ピンフツもドラ1です。4000オール、ここに来て嬉しい上がりです。先にありましたよ。ありましたね、はい、よかったね。よかったです。いや最高ですよ。あとね、はい、あと2巡ぐらいしたら優子さんもリャンウソ1枚ずつ言ったから。そうですね、高橋さんにねえ、言ったかもしれないから。こういう時に本当に周りに座ってる人も大事なんですよね、はい。白が統一、トラチーソー、一面使わせ。トンが統一、ナンも統一は靴です、うん、現在ナンバーペイチャの糸はシャアが統一、メンツはありません。ドラが1枚の親番証。現状は苦しい形ですが、どうするんでしょうか。43,500点。なんかここまでの明石さんの戦い第1節第2節見てると、はい、あんまり親番こういった展望を持っていても、うん、そこまでがむしゃらに行きますっていう感じでもないのかなって感じ取れたんですけど、うんうん、どうなんですかね今回は。ね、やっぱりなんかイメージは、ね、はい、先手取れるかどうかみたいな感じですけどね、うんうんうん、はい、あ、ドラドラですようん、まあそうですね。どうですか、白がありますもんね、はい、白は1枚目からないといけますかね、うん、ドラドラになったのでないていくでしょうか。形は良くなったとは言えませんが、うん、うん、高橋がイーシャンテン中。伊藤はイリピンの統一ほぐしていきます。さあこれで両面ターツができました。イリピンが場に2枚切れ、どこを払っていくか。嘘切り、ポーズの部分先に決めていきました、うん、でポンしたらドラ固定するんですかね。ああ、ドラのチーソー、うん、そうですね、うん、白のポン1泣きとなります。親が1泣き、南岸おこになります。イーシャンテン面白そう、はい、うん、3アンコウ2アンコウ、和靴はどうですか。16,200点、はい、親の証がもう仕掛けを入れていて、はい、ポンありますか。あ、これで天杯、そうですね、はい、これでリーチになりました、うん、リーチ何積もって三安行です。これ闇天っていうのはこれ積もっても2,000-4,000ですよね、はい、やっぱりね、リーチした方がね、うんうん、あの相手がねこう、はい、いろいろ考えてくれるんでね、うん、うん、失敗が生まれること、なんていうんですか、はい、場がもつれることも、はい、ありますよね、はい、うん、うん、先ほど2万切ってるんですよね。マンズ98になるんですかね。おお、
イーシャン店ではあります。スーワンは、あ、まあそっか、通りそうか、ふむふむ、なるほどね。これ山になんか全部いないかな手の内ありません、捨て場にもありませんね。そうだよね、なんということでしょう。うん、山に4枚トンキュウソウ積もりたいな、ね、はい、積もると打点がね、はい、全然違う。三安港です。リーズモン三安港役配。あれ、いいシャンテン、うん、あ、受けましたよ。へえ。数万ダメですか。ね。うん。ブラドラでもありました証。ねえ。いやー。すごい、やめれちゃうんだ。まあ、イーピンも場に4枚見えっていうのもあったんですかね。うん、でも阿久津の判断が現状うまくいっているんでしょうか。うん、高橋はイーシャンテで粘るかどうか。ローピン、阿久津の現物切り出していきます。いや、つまりない。トン9層、高橋が9層キャッチしている。それでもまだ山には3枚テンパイ、テンパと貫禄層の役なしテンパイです。よこそ気づくとね、はい、結構テンパって、はい、すいませんねえ、どうだ、糸、役はありません。うん、まあ、最後まで生き切れる形でもありませんが、リャンスは現物。はい、3万800点って微妙なところですね。そうですね。うん、高橋、もう撤退ですか。残り積もはあと3回ほどでしょうか。うん、2回か3回。イーシャン店ではありますが、阿久津の現物はあります。はい、卵巣も通ったばかりではあります。ローピン、先ほど地震で通した灰。いやー、深すぎません。なんと先に伊藤の上がりがありました。ローソーの積も上がり表示牌を積もってみせました。ローソーも結構山にあったんですね。うん、積もドライチです。500銭の積も上がり、500銭は600銭100やわくつの町リーチかけた時には山に 4枚。うん、ね、まだ3枚いましたよね。はい、結果は実らず。うん、オーラスを迎えます。2回戦オーラス、高橋の親番です。ドラがウーマン、うん、もうちょっとだったな。ドラが1枚ありました。何までもうちょっとでした。珍労と、あ3つそいつだったよ、3つ。もうちょっと、もうちょっとで4つだったからね。惜しいです。惜しい。お、伊藤が1メンツか2メンツあったように思います。白が統一いいんじゃないの。はい、ローマン、うんうんうん、ローマン、明石の第一打はローマン、うんうんうん、ああ、まあまあそうね。ドラガウーマン、うんうん、うん、この次ですね。こちらペーチャです。あ、でもサクッとかわせそうですね。そうですね、はい、高橋きつい。28,900点。うん、浮くことができるか。しかも親です。うん、おー、早くもイーシャンテンは伊藤アンサンマ引き入れました。選択ハクハクになるんですかね。ハクハクだとピンフー、あ、これだとハクのポンテン、ととあ、まあ、ドラには対応できるんですね。うん、スライドで難しい選択でしたね。難しいですね。振り手の部分が残る糸、
と安パイっぽいのが抱えられるっていうメリットなんですか。うん、そうですね、うん、あ、天パイですか、フリテン。こうなると、はい、リャンピン、スーピン、ウピン、ノーピンとか聞いた時は一旦テンパイ崩してとか。リャンピンはね、もうね、全然いいですよね、はい、スーピン、ウピン、ノーピンね、はい、どうなんでしょうね。フリテンだし、うん、どうでしょうか、うんうん、現状は一寸層出上がりができない形積もれば OK です。いいですけどね、はい、イペコトラワーマン、おお、もうここで崩していきました。ドラに対応できる形にはなります。トカシモノオノコ、はい、戦えそうにはなってきましたね。そうですね、うん、ペン酸素引き入れて一面つ完成。初がドイツの和靴、ヤンマは手の内に残します。和靴の箔がいつ出るか、お、あ、もう箔が当たりになっちゃいました。現状ラス目の和靴の元に箔が1枚左側に置いてあります。いや、手が進むとどんどん危なくなってくる。この箔次あたりがね、危ないですね。あ、これでまだ耐えている、うん、初のポン、和靴がイーシャンテン、そして高橋も仕掛けを入れる。イーシャンテンです、ジュンちゃんの仕掛け対薬杯ドライチ。第一打にパースを切っている高橋、急走を切っていく。いや、伊藤もテンパイ崩してからこの形、うん、埋まりません。闇手に構えている証です。山にもありますからね。そうですね、うんうん、靴を重ね、あ、危ない、ドラ固定します。いやー、おお、ドラ固定させていきました、ね、数万が場に3枚目。でも確かに親にも切りづらいんですよね、はい、箔がね。ああ、なるほど、うん、そうですね、イピンポンの発信ですからね、うん、あれ、リャンウピンに変えた。これでも箔が出上がりできません。和靴は助かる形になるか。そして明石は役がなくなってしまいました。リャンウピンはここに4枚となっています。いや、和靴が耐えたことでここは曲が長引いているか。初の果敢掘り起こして、テンパっちゃうとな、はい、うん、どうか。いや、伊藤テンパしませんね。しないですね。崩してから、カンパーピーの受け色消していきます。ポンをできる形にきましたよ。待ち取りはチーマンとリャンピーのシャンポ待ち、タンヤオイーペコ。あ、明石が掴んだ。ここは出る。マンズがかなりいい馬強でしょうか。テンパ入れていた明石の宝珠、伊藤が上がります。タンヤオイーペイコーです。2600、ここはオーラス、伊藤が上がって2回戦が終了です。トップから明石、2着に伊藤、3着高橋、4着和靴の並びで終了です。続きましては3回戦です。